はいどうもパルでございます。と、はい、今回はですねこちらガルパの方で1300万人突破記念ドリームフェスティバルガチャ、こちらの方が来ていたので引かせていただきたいと思います。と、はい、お久しぶりのドリフェスということでねやっていきましょう。で、今回のドリフェスのガチャはですね、まあ、こちら期間限定メンバーの方ではあるんですけれども、まあ、僕のねアフグロの推しであるツグがね、まあ、追加されているということなので、とりあえずこのツグを狙いつつこのドリフェス、そして期間限定メンバーね、この4人全員コンプ目指して今回は120連やらせていただきたいと思います。と、で、こちらですね、スペシャルセット10回ガチャ、こちらの方はですね、まあ、3回、まあ、2000個を使って、ね、優勝スター2000個を使って3回引くことができるんで、こっちを含めての、まあ、120連ですね。はい、まずはこちら、まあ、優勝スター、まあ、課金者限定にはなってしまうんですけれども、まあ、2000個使ってのはね、こちら3回全てね引かせていただきたいなと思います。と、じゃあ早速引かせていただきましょう。さあ、120連で全種コンプすることはできるんでしょうか。てかする。まあ任せといて、もうてか今回のこの期間限定メンバーのさ、このツグさ、やばくない？これもう完全にツグがツグっていたんで、もうこれは引かねばということでね、よし引かせていただきましょう。とりあえずツグ、まずはツグですね、狙っていきましょう。いきます、オーケー。さあさあさあ、出てくれるんでしょうか。一発目からいきなり出てくれてもいいんだよ。まあ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 、まあこんなもんだよ。とりあえずね、とりあえずはこんなもんですよね。最初に出ちゃってもね、まあ、まあ、その、はい、パレオですね。カオルさん。はいはいはい、どんどん行きましょう。まあこの状態でも全然星4出るからね。はい、リサね。はい、ミッシェル。はい、ひなちゃん。アコ。リンリン。リンリン。サヤ。私、まだうまく言えないけど、この曲大好きです。はい、ツグですね、ありがとうございます。このツグ持ってないツグかな。いや、そんなことない、持ってたね、全然。全然持ってるツグだった。オッケー、ありがとうございます。そうで、このね、そうなんだろう、あのラスのメンバーとかもね全然揃ってないからね、この星2メンバーでもねまだ当てていないっていう、はい、パイロですね、ありがとうございます。オッケーオッケー、じゃあまた2回ありますからね、行きましょう。オッケー、さあ頑張れ優勝スター。お前の力を見せてみろ、優勝スターよ。さあ当たってくれるかな。まあドリフェスっつってもこんなもんなのか。行きましょうか。俺は多分ヘタッピー以外には聞かないやつだから。はい、ミッシェルですね。はい、ミサキちゃん来てくれましたね。いいね、ソフトやってるミサキちゃん、ありがとうございます。はい、次。はい、カスミちゃん、ホコロン、ミッシェル、カノちゃん先輩、決まり。はい、イブチンですね、ありがとうございます。オッケーオッケー、イブチン来てくれて、はい、コッコローン、ヒャッハー、ヒャッハー、ということで、はい、トモエですね、ありがとうございます。オッケー、あ、いいなこのトモエさん、いいね。トモエ映像これ好きやぞ俺。このトモエめっちゃ好きだわ、ありがとうございます。オッケーオッケー、まあ水着姿いいよね。まあ今の時期ね、ちょっとあのね、某コロセがちょっと影響してね、結構まあ海とか行けなかったりとかするんでね、海とかプールとかね、ちょっと行きづらいなっていうところもあるんで、まあこういうところでね、その夏の雰囲気を味わっていこうと。はい、そんな感じですね。はい、トモエ当たってくれました、ありがとうございます。いや好きだわ。ありがとうございます。オッケーオッケー、じゃあ優勝したらラスト1回ですね、いきます。オッケー、さあ当たるかな、どうだろう。全然いいよ、当たってくれて。まあ本番は無償スターからだから、そう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 。無償スター俺そんな持ってなかった気がするな。はい、リンリン。はい、次。はい、ひなちゃん。はい、ななみちゃん。はい、ラン。ひなちゃん。ともえ。りさに。アリサ。そんなこと言って嬉しいくせに。はい、ひまりですね、当たってくれました。とーけー、ありがとうございます。いいね、ひなもか。ひまもか。ひまもかか、ありがとうございます。最初の30連どうした。え、マジで当たんなかったんだけど、やば。こんな当たんねえか。そうかそうか、まあまあまあ、あと残り90連ありますから、そうそう、こっちで当てればいいんですよ、ということです。もうそれ、ただそれだけの物語ということでね、いきましょうか。 OK、もうガンガン引いていこう。引くしかねえんだよ。そう、6% を信じよう。これは来てくれるか。ちょ、確定演出見たいな。いや、全然来るけどね、この演出でもね。はい、ひまり。はい、ハグ。
はい、ゆきなさん。はい、ちさとさん。はい、いぶちん。らん。はい、かすみ。あこー。いぶちん。私コーヒー飲むからこれ脱ぐわ。はい、ミッシェミサキちゃんですね。ありがとうございます。オッケーオッケー。いや、いいね、このミサキちゃん好きよあれちょっとやばいな、うん、ちょっとやばい。ちょ、一回流れ切ろっか、うん、やばい流れだねこれね。全然当たらんやドリフェストアドリフェストアだよマジでいや逆に俺ドリフェスになると当たんねんだよな、ほんとに。ほんと 6% かこれマジで。俺 3% の方が絶対当たるってこれマジでいや俺ほんとそうなんだよなぜかね。じゃあ行きましょうか、もう流れは切ったんでね。 OK、 こっからいい流れにね行ってくれるでしょう。まあ、ぜひぜひ当たってほしいわ。うん、ワンチャンロード長いからこれは新規星4の可能性あるんじゃないかな。これはあるぞ、全然あるぞ、あるぞあるぞ、これあるぞ。ようやくだね50年目にしてようやくだわ。行きましょうか。はい、イブチン、アコ、ハグ、トモエ、アリサ。はかわいいちょっと答えちょはちょあ、まじだ、ダメだって。答え本当にさ、マジで、いやめっちゃこの答え好きなんだよ。やばいよなこれ、グーじゃねえわっていやマジ抱き枕にすっぞってねいや、お答え当たってくれた、ありがとうございます。いや全然持ってるお答えでもね、そう、僕の最押しですから、ありがとうございます。はい、まやちゃん、うい、はい、ひまり来てくれました、ありがとうございます。まあ持ってるひまりではあるんだけれども、でもね星4が当たること、そう、これにね重要、これが一番重要ですからね。オッケー、アフグロいいよなー、マジでね、本当に夕日に照らされたね、このアフグロメンバー最高です、ありがとうございます。後ろのツグもツグってるしねめちゃくちゃ可愛いわ。はい、リンリン、お前が責任者だからな、鍵預けたからな。はい、アリサですね、ありがとうございます。星さんアリサですございますよと、よしと。あ、まあ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 、これ星4三つこれ来たんじゃないか。そう、この流れに乗っていこう。まあ、まずは持って星4二人を当ててから、そっからねドリフェスメンバーにつなげていくと、そう、そういう感じですから。さあ行きましょう。 OK、 さあ流れは来ている、このままね星4バンバン当ててしまいましょうか。120連あるからもう12枚ぐらいあったいなっつって確率の壁超えとるから。あー、全然ある、全然あるよマジで行きましょうか。はい、アリサー、ケーキでも食べながらちょっと休憩なんてどうですか。はい、ひまりですね、ありがとうございます。オッケーオッケー、このひまりいいな、髪型めっちゃ好きだよ。このさ、髪型に、この髪にね、この三つ編み、この三つ編みが混ざってるこの髪めっちゃ俺好きなんだよなありがとうございます。オッケー、持ってないひまりですね、ありがとうございます。さすがですわ。はい、まやちゃん、はい、リミリン、こうですか。はい、メガネを外すまやちゃんですね、ありがとうございます。これかわいいよな、マジで。もうメガネしてるまやちゃんもね、してないまやちゃんもどっちも大好きですよ。はい、かのちゃん先輩、ともえ、ちさとさん、私の気持ちどうしてもかすみに伝えたいんだ、言葉じゃなくて気持ちが。はい、サーヤですね、ありがとうございます。オッケーオッケー、いやもうこの回も泣けたもんな、ありがとうございます。サーヤとカズミのこの2人めっちゃ好きだわ。ヒャッホー、はい、さっきのトモエさんですね。オッケーオッケー、トモエ当たってくれましたと。いやめっちゃ楽しんでんな。オッケーオッケー、いやいいよ、星音率マジできてる。はい、持っていないね、ひまり当たってくれましたよと。いやかわいい、めっちゃ好きだありがとうございます。オッケーオッケー、さあさあどんどんいきましょう。オッケー、もうガンガン引いてガンガン当ててしまおう。ドリフェスメンバー、期間限定メンバー当たるかなと。当てていこう。オッケーオッケーオッケー、いいよマジで。いややばいな、ノリに乗ってんなマジで行きましょうか。そう、こうでなくちゃ。お、私たちの音楽で振り向かせるしかないよ。はい、ありがとうございます。おたえマジで。いやもう持ってるとはいえさ、このおたえがめちゃくちゃ当たってくれるというこの状況、俺が嬉しくないわけがないとありがとうございます。おたえ来てくれましたと、マジ神、ありがとうございます。めっちゃ当たるねはい、百宝ともえですね、ありがとうございます。オーケーオーケー、超絶当たる、このともえさん当たってくれましたよと。はい、かのちゃん先輩、はい、リミリン、おさね、最
近ちょっとお疲れな気がするから心配だよ。はい、アコですね、当たってくれました。オッケーオッケー、アコリンリアコ、さすが、ありがとうございます。このうい、ため息をつきたい時はいくらでもつけばいいよ。はい、さあ、やー、当たってくれました、ありがとうございます。いや、めっちゃ好き、めっちゃ好き。これはもうね、このね、リミリンがね、肩に寄りかかりながら寝てるもん、こんなん恋人やめっちゃ言わせるね、じゃあ起こさないようにみたいな感じの、このサヤの表情めちゃくちゃいいしね、ありがとうございます。さすが、めっちゃいい。イエーイ、ということで、はい、コロン当たってくれました。オッケーオッケー。めっちゃ星音率上がってきたな。はい、モカ、最初何だったんだろうね、本当にねはい、ハグ、白組頑張れ。はい、このパンティー競争隊ですね、この隊めっちゃ好き、星さんの中で一番好きかもしれない。ありがとうございます。いや、当たるね、当たるね。はい、僕の推しのね、お隊ももちろんね、もう特訓済みであるんですけど、お隊当たってくれて、はい、こちらですね、持っていないサイ当たってくれました、ありがとうございます。マジで上がってきたとさ、この流れであとは本当にドリフェスメンバー、期間限定メンバー当てていっちゃいましょう。いきます、オーケー。さあ、あと50連だね。さあ、当たるかな。まずは星4。おー、まあ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 。まあ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 。こんなもんですよ。はい、ひなちゃん。まあ、こっからまた全然当たっていきますからね。はい、ひまり。爪からシフトチェンジっていうの？イメチェン、イメチェン。はい、リサ姉ですね。ありがとうございます。オーケーオーケー、リサ姉当たってくれました。と、はい、ともえ。はい、リサ姉。コッコロン。イルチン、カスミ、ポポロン、噛まないでください。はい、マヤちゃんですね、来てくれました。オッケーオッケーこれ好き、ありがとうございます。オッケーオッケー、まあまあまあ、まあ、とりあえずね、これぐらいの挟んどいて、一回これ挟んどいて、そっからドリフェス期間限定メンバーにね、つなげていく、そういう流れですから、いきましょう。オッケー。いやー、せめて一人は当てたいな。あれ、これ失速していくパターンかな、これいやー、そういうパターン来ちゃう、これ、まさかの。はい、まやちゃん。はい、らん、かのちゃん先輩、かすみ、ココロン、ひなちゃん、ちさとさん、かのちゃん先輩、ちさとさん、自分にそう言ってくれたのもやっぱりひなさんでしたね。はい、まやちゃん当たってくれました。まやちゃん率なかなか高いよねありがとうございます。オッケーオッケー。じゃあ一旦流れ切るか。そうだね、まあちょっとまだね、そのドリフェスメンバーと期間限定メンバー一人も当てられてないから、星上率は悪くない。あとはね、ちょっとピックアップがね、ちゃんと仕事してくれるかどうか。そうそこなんだよなさあ、あと行きましょうか。あと30連ですね、行きます。オッケー。さあ、次当たるかな、どうだろう。欲しいな、あの次、めっちゃ可愛いもん。ちょっとダメかな。あの野郎、うん、絶対それがいいと思う。はい、次ですね、次は来た間違いなく次は来た。そう、間違ってないね星さんの方で当たりましたね。さあ、こっから星は当たるかな。はい、リミリン。お、あー、ひなちゃん、このひなちゃんね、俺このひなちゃんさ、星読みの中でこれ一番好き、この表情好きよ、マジでいいよな、これ、ねえねえ、どうしてみたいな感じのさ、もう常にね、知りたがりのこと、ひなちゃん、めちゃくちゃ可愛いっすよね、ありがとうございます。OK、星読み出てくれただけでも、おんの字でしょう。はい、ひなちゃん、りんりん、りさね、おたえ、りさね、せっかく来たんだし。はい、リミリンですね、ありがとうございます。と、あ、かわいい、もうこのいっぱい食べる君が好き、これは最高、ありがとうございます。もうそしてお母さんじゃんもうこんなお母さんやんっていや、この組み合わせめっちゃいいよな、俺好きなんだよな、本当に。パスパレで皆さんと一緒にこの答え見つけたいです。はい、まやちゃん、泣いてるまやちゃんですね。まあ、これね、まあ、ちょっと辛い場面ではあるんだけども、だけどね、このパスバラとしての一歩大きく前進していく瞬間だからね、ありがとうございます。オッケーオッケー、まあ星をメンバーで持っているとはいえ、ひなちゃん当てられたんでね、これはこれ全然いいでしょう。あと20連ですね、いきましょう。オッケー、さあ、お願いします。ドリフェス期間限定メンバー来い。オッケーオッケーオッケー、まずは確定演出いきましょう。さあ、ハグ、すぐ、なんだかあやちゃんらしいね、
はい、かのちゃん先輩ですね。ありがとうございます。いやー、やーべえ、これ好き。なんか一仕事終えて、うーん、みたいな感じのこの表情のかのちゃん先輩、やばいでしょ。最高すぎる。まあ、僕のね、このハロハピの推しがかのちゃん先輩っていうのもあると思うんですけどね。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。はい、ミッシュ、みさきちゃん。はい、ミッシュ。はい、ひなちゃん。かおるさん。ゆきなさん。みんなで花火楽しみだな。はい、あこ来てくれました。やべー、好き。今回のドリフェスのやつのあこちゃん、やべ、当たってくれた、よかった。いや、ドリフェスメンバー、期間限定メンバー一人も当たんないパターンなのかなと思ったら、ここで来てくれたか、これ最高でしょ。で、全員のさ、浴衣姿を拝めた上でのさ、全員の髪型やばくない？これ、この、何度も言ってる、この三つ編みとかめっちゃ好きですさ、いや。あ、これ最高の一枚だ。ありがとうございます。全メンバー楽しめるこの方、最高です。ありがとうございます。あこちん来てくれました。って言ってるあなたが一番可愛いですよ。はい。おたえやべえ、めっちゃこの愛おしい目、このね、愛おしい目が最高だよな。うん、めっちゃ好き、ありがとうございます。そしてそれに付き合ってるこのアリサね。これも好きだわ。はい、おたえ立ってくれましたと。いやー、最高最高、いいねいいねいいね。はい、聞いてくれました。あこー、いやマジでやばいなー。これ僕自身ね、こういうさ浴衣とかめっちゃ好きなんですよ。本当にもう動画内で何度も言ってるんだけどさ、もう浴衣姿、このロゼリアのね、5人メンバー全員浴衣姿とか最高すぎ。ありがとうございます。当たってくれましたと。 OK、 ドリフェスメンバーということでようやく当たられましたね。さあ、あと10連当たってくれるんでしょうか。いきましょう。 OK、 ラスト。さあ、期間限定メンバー、ドリフェスメンバー、あとは心もか、そして僕の推しであるつぐ、当たるか、どうだ。いや、まだまだワンチャンある、まだ全然あるから、この状態からの星を期待よ。はい、さや。はい、ななみちゃん。はい、つぐ。さや。ミッシェル。君のような強引なお姫様は初めてだ。はい、カオルさんですね。来てくれましたと。オッケー、カオルさん当たって。チャレンジだと思って出てみようよ。はい、つぐってますね。つぐは当たった。もう俺、つぐを求めるとき、毎回この星さんのつぐが当たるっていうね、つぐ。おちゅちゅ様来てくれた。はい、ちさとさん。私たちって言ったらやっぱり夕焼けだよな。やっぱりそうだよね、ともえ。はい、ともえ当たってくれました。この方を諦めてるともえめっちゃ好き。当たんなかったか、最後の最後。もうとりあえずね、一応ドリフェスメンバーであるアコが当てられたということで、そこはね全然 OK でしょう。まあ一応ね、そのアフグロの推しであるね、つぐは当てられなかったんですけど、まあ実質、まあその推しを当てられたようなもんなんで、はい。ロゼリアの中のね、僕、リンリンが一番好きなんですけど、まあそのリンリンがね、このこうやってね、含まれているね、アコちゃんのカードも当てられて、いやもうこのね、5人の浴衣姿が見れたというだけでもね、僕自身は本当に至高ですわ。やっぱ浴衣の女の子って本当にいいですよね。まあ現実じゃ夏祭りとかいかんけどな。